今日私は胸に、花を刺しております。コロナウイルス対応の影響で、この最大の出荷シーズンであります、年度末あるいは年度始めに対する花の需要が急激に落ち込んでおります。農林水産省ではすでに花いっぱいプロジェクトを呼びかけて、花の需要喚起を促進しようとしているところであります。公明党といたしましても、まあ、ささやかではありますけれども、この花一輪を胸に刺してですね、被災地の応援とまた花いっぱいプロジェクトに寄与すると両方の意味を込めて、党内に呼びかけているところであります。公明党としてそうした被災地あるいは花の生産者に応援のメッセージを送る、そういう取り組みをしてまいりたい、このように思っております。どうぞご理解のほどよろしくお願いします。